ハンジュリックの修正聞きましたね。っていうか、追いつくための修正で、くるくる入れたり、サネ入れたりっていうのをしつつ、ちゃんと守備のための修正で、ラウム下げてあの、にゃぶり下げてっていう、2種類の効果的な修正できたの、すごくないスペインも前からプレスかかってなくて、引いても,もってくる感じになるから、多分ターゲットマン必要だなと思って入れたんでしょ で、さね、けが明けだからできる、あのプレイタイム限られてて、で、銀座は連携あってない時とかあったから、銀、ま、座、あのところに入れて、でそれで、前からプレスかかってないのもあって、流れ良くなって、みたいな。で、その後、じゃあ、引き分けになった勝ち点1でコスタリカに勝って、その得失点差で突破するから、スペインに負けないことのが重要になって、スペインはターンオーバーしたいから、 まあ、勝ち狙うようになって。これね、勝ち狙いってスペインの場合負けても、最終戦日本で勝ち点3取ったら6で1位突破だからね。ただその分消耗はするっていう。ドイツはいずれにしろ最後の試合、もう消耗するっていうか、勝ちでいくのは必然だから、ここで勝ち点1を取っとけばっていう。そうだからやっぱり、まあ日本がコスタリカ相手に勝たなかったっていうのはめっちゃでかいし、そのコスタリカ相手に一番強い攻撃のパターンの両ウィングっていうのを、 使うの遅かったり、そこにボールいかない形にしてたから、やっぱ懸念が当たりましたね。そうだね、得失点差。あ、もう得失点差関係ないんだ。だから、もうスペインの、スペインと日本がこれ引き分けた場合は勝ち点4でしょで、日本も4でしょで、ドイツも4で全部並ぶから、得失点差あるんじゃないで、そうなると日本が、えー、プラマイゼロななよ。で、ドイツは今プラマ,プラマイでマイナス1だから、 あの2点差以上でコスタリカに勝つっていう。スペイン5か。あ、5か。ごめんごめん、間違えた。5だから、まあ、スペインは突破だよね、引き分けで。で、あの同点ってことは、日本は1点差で勝って1点差で負けた試合だからプラマイゼロになるからで、ドイツは引き分けた試合と1点差で日本に負けた試合が今、マイナス1だからあの、日本に対しては1点取って、 ならぶ、でもそれだと直接対決で負けてるから、コスタリカに2点差以上の勝ちだね。スペイン相手に引き分け狙わなかったとき、引き分け狙って引き分けられるか分かんないし、冨安も使えないんでしょ、多分富安使えるかどうかが、ちょっと、鍵ですね。冨安、坂井宏樹。この辺使えるんだったら、守りきるみたいなもできるかもしれないから。いずれにしろ、マジで、これ突破できたとしても、コスタリカ戦であの采配してる監督、やばいけどね。 それはもう僕が言わなくてもみんなわかると思いますし。ドイツ戦だって修正はきちんとできてないからね。個人的な日本人っていう感情だけだとトーナメント行ってほしいけど、正直トーナメント行くべきサッカーをしてるのはスペインとドイツですよね。で、こういうふうに言うと素直に応援しろとか言われる。素直って何なんだよ。それーナーだけだろってなんですか。なんかターンオーバーが悪いかっていうと、僕はターンオーバーっていうのはなんか本意してる。 本質をね、木を見て森を見ずな感じしますけどね。多分、ちゃんと4年間見てきた人はターンオーバーが悪いっては思ってないと思いますよ。そこでやったサッカーが悪いだけファハイバック崩す手段が蓄積されなかったらダメだうん。うん、っていうか、そういう考え方ないしね。皆さん、直接対決より総得点優先されるので、いろいろややこしいです。ああ、じゃあ、日本1点しか取ってなくて、え、ってなると、ドイツは2点取ってんじゃん。え、じゃあ、 んえ、得失点差より総得点えと直、直接対決の後総得点ってことね。ちょい違う得失点差の後、得失点差総得点か。だから、えー、っと、ドイツが1-0で勝ったら日本が負けなんだ。日本がグループリーグ突破できないってことだよね。そういうことでいいかな。えーこ、こんなレギュレーションってよくあるっけ いつもレギュレーション。えー、じゃあ、直接対決って本当にあれなんだピョンスピョンス君、スペシャルありがとう、えー。コスタリカ戦はやることがふわついてましたよね。最終予選と同じで5バックベータベキーをどう崩すかってイメージが共有されてなかった。ドイツ戦はあれしかやる術がないから選手は何をすべきかはっきりしてまとまった。コスタリカ戦よりスペイン戦の方が意外とやりやすかったしないですか、ね、あちょうどその話してました、ね。もうそのまんまで。だけども、コスタリカが5バックで来る可能性なんて超高いから、それ共有してないのマジで意味わかんないですけどね。 で、そのボールを持った上で狙いどころを決めて動かすみたいなのって、ほんと吉田前苦手だから、その吉田前に全部任したんでしょ、多分、うん。マジでかわいそうだよ、吉田が。メッシーに空中戦勝負してこいみたいなことですからね、それ。メッシー結構空中戦やろうと思うのが強いかもしれないあと、ムロムロタミ君、スペシャルありがとう。森保監督が置いといて、頭よくてイラついてる選手は、なんで話は聞いてくれる監督にしっかり話し合わないんだろうって、3周回ってイラつきました。ああ。 あのね、社会に出たら分かるかもしれない。多分、学生さんかもしれないけど、能力がなかったり、解決能力がない人に対して話しかけるほど、人って気持ち強くないんですよね。そういう人に対しては、そういう人に対するコミュニケーションを取るようになるんですよ。あの怖い人に話しかけたりしないでしょ、みんな。それと一緒。それの種類が違うやつ。 よさ、それアジアカップの決勝でも言ってましたね。当時はもうちょっと柔らかい言い方してました。うん、だって、僕以外のさいろんな分析してる人もさ、このスリーバックにどうしてくるかみたいな。そしたらさ、もう終わった後のインタビューとかでさ、酒井博樹とか、乾とかはさ、何も決めてなかったみたいな、もう暴露してるから、その対応に時間かかっちゃったみたいな。ええっつって、全員やってたよっていう。 話しし、合っっててはいるるる選選手手がが決めれる限限界界とか、か思考できる限界ってありますからね。だって選手だけでやれるんだったらさもともとのさ歴史とかさそういうところでさ文官と武官みたいな現場出る人とさ内政やる人で分ける必要ないじゃん。秀吉が成弱い石田三成徴用するのは何でかっていうとそういうことで。 選手だけでできるんだったらね、レオザ学園だって、シュワボだって、誰も僕の言うこと聞かなくていいわけですからね。競合同作業なんですよ。頭使う人、体使う人みたいな。で、頭使ってる人のアイデアを現場で変えられる、体も頭も使える人みたいな。言ってもできない人には話ではなく指示しかしません。そう。で、指示もできない人もいるからね、全然。仕方ないんですよ。指示してもできない人もいるから。 まあ、ホンダジャパンに関しては、ホンダさんがめちゃくちゃな采配したとしても、カリスマ性があるから、あの、みんなが見たいんよね。それだけでも価値があるんよ。中田ジャパンとかさ、見たいじゃん。花あるから。絶対に記者会見とかおもろいこと言ってくれるし、そういうの何もないかメディア的にもきついっていうか、だからあの、マニアにもライト層にも刺さんないっていう最悪な人選ですからね、森保さんに関しては。 ホンダさんだったらライト層には確実に刺さるから、で、ちゃんと実力もあってマニア層にも刺さるみたいな、今、両方ないからね、これに関してはで。失敗してもいいよ、僕も別に名称、絶対名称になるなんて、そんな、ね、誰もわかんないから。だって、チャビとアルテタ、どっちが名称になりそうですかでほとんどの人がチャビって言うと思うしね、当時のクレートが、なんかそういう立ち位置で見てたらね。 で、本田さんの場合、あの、解説にさ、右利きの選手こっち使った方がいいとかさ、なんかこう、自分の理論があるじゃん。それが合ってる合ってないかとかとは別にこう、そういう哲学でやってんだっては見えてくるから、ただ任せてどうぞとは違うからさ。なんかそういう人好きだよね。なんかヨーロッパでプレイしてないからみんなで決めてみたいな西野さんとかさ。今回の森安さんとかね、自分なんかがみたいな。クロップに教えられてる南野に教えられないみたいなさ。マジで、じゃもう引率の先生じゃん、みたいなね。 E.T. 君ありがとうといういか本田さん多分自分が采配でポカしたらすいません、僕が今日はあかんかったっすねって言えるまっすぐ下がられる多分。あ,あうんだってね、なんかあの、あれ、えー、あのカンボジア代表がさ、大量失点で負けた時とかもさ、選手たち連れてサポーターの前行ってね、一緒に批判受けるみたいなのあれ、ね、男気あるところはね、見せますからね。ただ、まあ、日本のライセンス製造だと、本田さんは監督できないですけどね。